私どうする？どのた、魔神が暴れているというのはこの町と聞いたけれど、でも魔神はいないみたい。なんだろう。アミ、しばしの間とはいえ町を守るためだ。よろしく頼むぞ。はい、しっかり責任を全うします。それはアミさんが魔神その機械を倒すということなんですか？私からきちんと説明します。私はユナと申します。あの機械の怪物魔神はとても危険なんです。どう戦うつもりなんですか？無理しないでツインエースに相談するとか。戦うわけではありません。おとりとなって気を引くんです。あなたが魔神と呼ぶあれは私たちの手に負えないことは分かっています。だからといって何もしなければ町は侵食されてしまう。ですから私たちの町では家ごとに交代で踊り役を出すことに決まったんです。踊りが注意を引いている間は町から気をそらせますから。だから私は行きます。そんな、でも踊りになったら。今まですでに何人かがおとり役として町を出ました。お察しの通り戻ってきた者はいません。ダメ、そんなの絶対ダメです。ツインエースに応援を頼みましょう。そうすれば。応援を呼ぶのはお任せしますが、それでも私は予定通り行きます。応援を呼んでいる間にも奴らを止める必要がありますから。どうしてそんな、自らを犠牲にできるんですか？私一人の犠牲で町の人の幸せが手に入るならそれで十分です。その幸福がたとえ一時のことであろうと、私だけ自分の番になったからやっぱり嫌だなんて言いたくありません。これは私がよく考えて決めたことなんです。ユーナさん、分かってくださいね。ユーナさん、一つだけお願いしてもいいですか？私の母に今までありがとうって伝えてほしいんです。自分で言いに行くと迷ってしまいそうだから、よろしくお願いします。そうですか、あの子が。ユナさん、わざわざありがとうございます。本当にいいんですか？だってアミさんは。あの子が自分で決めたことなんです。私もいずれ追いかけます。そんな、やっぱりこんなことダメです。だって残された人の気持ちは、アミさんがいなくなったおかげで誰かの犠牲で成り立つ世界なんて、やっぱりそんなのおかしいです。ずっと心の中で私も同じことを叫び続けてきました。でもあの子が決めたことだから言えなくて。ユーナさん、お願い、あの子を助けて。納得してたふりをしてきたけど、やっぱり。私がアミさんを連れて帰ります。それでどうする？覚悟を決めた者を追いかけ、
足を止める資格がお前にある。あなたは誰？あの娘の覚悟を踏みにじるのか？そんなわけじゃ。お前もあの娘の覚悟を知り、一度は納得したはずだ。オークを守るための犠牲は仕方のない。確かに一度は仕方のないことだって、そう自分に言い聞かせました。でもやっぱりダメ。犠牲になる人、残される人、悲しみばっかり。誰も悲しまない道を選びたいんです。ならば力を示す。お前に守りたいものを守れる力があるのか、私に見せてみよう。最中の割り込み悪いな。私たちとのつながりもユーナの力だからオッケーよね。すげえ、うまいこと言うね姉ちゃん。お前の覚悟を認めよう。新たな力として私を使うといい。待ってください！ユーナさん、誰か一人が犠牲になればいいなんて、そんなの間違ってます。
そうだったんだ。ありがとう。二人のおかげだよ。あなたの覚悟はとても尊いけれど、でも残される人の悲しみを知ってあげて。お母さんが待ってるよ。で爆発するのか楽しみです。ねえなんかすごく嫌な予感がするんだけど。あの博士なら何してもおかしくないしな。ちょっとだけ様子見に行ってみない？いや、ここで何してんだ？あ、ちょうどよかった。シャトット博士ってどこにいるの？博士だったら海底神殿に用事があるからって自分で作った薬を飲んで海に入ってったけど。海底神殿に？前は海に潜るのなんか楽しくないって言ってたのに、おおほほほほってやけに楽しそうだったっす。結局来ちゃったわけですが。ああ、あのおお、あの時の大人ではないか。ちょうど良いところに。やあ、アチョー、お前もおるのか。お、なんだ。ジュワー、とても変な気持ちなのじゃ。とにかくお前はあまり近寄らないでくれ。お、確かレン、レンと言ったかの？ちょっと聞いてたもれ。な、何？あじょ、あじょ、ひげひげ。今わらわは逃げておるのじゃ。え、何から？なんで？それがさっぱりわからん。何かおおほほほほほと笑う人間が来て、突然わらわを殺そうとしてな。やっと、とんびりともがな、おとなしくなってきて、アチョたちもな、静かにな、暮らせそうになっても、わらわもな、わらわもな、やっとな、なのに、なんで人間はわらわをいじめるのじゃ。ちょっと落ち着いて。100% そうだろうな。人間だって大丈夫。あのね、ラーンがその人間をやっつけてくれるらしいからね、泣きやんで。マジで？はよ、ラーンがおお、任せとけ。あっちゃー、でもよ姉ちゃん、シャントット博士を倒すなんて絶対無理だと思うんだけど。約束しちゃったじゃない。まあ私も無理だと思うけど、まずは会って話をしてみましょう。だな。
どうってことないって。
から聞きましたわよ。何でもこの私をやっつけてくださるんですってね。なんでイカからそんな話を聞けるんだよ。私を誰だと思いですか。この私に不可能はございませんわ。そんなことより恩をあだで返すような子供にはそれ相応のお仕置きをせねばなりませんわね。いや待って。行きますわよ。マジで？さあラン行きなさい。なんで姉ちゃん一言。
この程度の実力で私をやっつけようだなんて、ちゃんちゃらおかしいですわ。ちょっと待ってください、シャントット博士。ラーも反省してますので。ああ、反省してます。ごめんなさい。何でもしますから許して。何でも？それなら許してあげてもよくてよ。それで、博士はなんでアチョの女王を？ここの最深部にある扉を開けるためですわ。私が調べた結果、あれはペンギン女にしか開けられない扉だと分かりましたの。そしてペンギン女が死ねば誰でも開けることができるようになるということも。いえ、私たちが彼女を説得して扉を開けてもらうので、彼女の命は助けてあげてほしいかなーなんて。あら、ごめん遊ばせ。あなたがその気になるとは思わなくて。それならあなたにお任せしますわ。ところで、扉を開ける理由とかは聞いてもいいですか？やれやれですわ。さっさとペンギン女に扉を開けさせなさいな。はい。あちゃ、扉を開けるじゃった？ダメじゃ、ダメなのじゃ。あの扉は戦隊の女王からも決して開けるなときつく。じゃあ永遠の眠りについていただきますわね。ああ、シャントット博士、待った待った。なあ女王。なんじゃ。俺からも頼むよ、扉を開けてくれ。何があっても俺が何とかするから。ジョーは何に頼まれたら開けてもいい気がしてきたのだ。キチョン、あちゃん、本当か。ありがとな。ありがとう。ジョーは、ちょっと、いろんな意味で心配になってきたわ。さあ、何でもする時が来ましたわよ。え？さあ、行ってらっしゃい。と倒してしまいなさい。マジで？もうしかねえ。するよりは楽かもしれないけど、負けたら何されることやら。あれ？意外と簡単に。あちょ、キチョ、おい、ダーレン、早く逃げるのじゃ。な、何？なんだよこれ。先代から聞いてはいたが、まことちゃったとは。そいつはな、死ぬ時にものすごく巨大な爆発を起こすらしいのじゃ。マジで？今言うの？ものすごく巨大って？
んでも前はここの海というか大陸そのものが半分になったと申しておった。マジで！お黙りなさい。よござんす。この時のための私の新魔法ですことよ。いきますわよ。そーれー！あちょ。爆発の魔法効果を消す新魔法ダムドデスト成功ですわね。何の話？これだから出来の悪い生徒がいると苦労しますわ。先ほどのニョロニョロもどきの寿命が尽きそうだと知った私は爆発を抑える新魔法を作り出すことにしたのですわ。そして奴の寿命が尽きるよりも先に新魔法をぶっ放す。ダムドデスペル、よーく覚えておきなさいな。新魔法って爆発の魔法じゃなかったんですか？もともとある魔法なんて興味ありませんわ。なるほど。引っ越すのも面倒でしたし、あなた方ヘッポコ兄弟のおかげでいろいろと楽をさせてもらいましたわ。私も、わらわはもう何がなんだか。まあ何にしてもよかったじゃんか。あちょ、いやあれほっといても寿命とかで爆発してたんだろ。そうね、結果的にはシャントット博士にみんな救ってもらったってことよね。この海底神殿ももうずっと安心ってことだよな。人というのは実はこれほど優しき生き物だったんじゃな。いや、まあそれは人によるかな。シャントット博士も最初女王を殺そうとしてたのはマジだったけどね。いやはや、レン、ラーン、いろいろと助かったぞ。ラーン、何？